次に落合孝之君、はい、落合君、立憲民主党の落合孝之でございます。まず冒頭はですね、法案の文言のミスが連発しているということで、その問題から取り上げさせていただきます。もともとですね、今国会で審議される予定の法案が、61法案、11条約、全体で、国会全体でありました。でこのうちですね、23法案、1条約でミスが見つかったということで、これ提出予定だったものの4割に及んでいるわけです。経済産業省の、法案にもありました。でこれ1本でもですね、こういうことがあれば今まではニュースになっていたにもかかわらず、提出法案のうちの、4割もっていうのは今までの内閣ではなかったことです。で先ほどもですね、官僚の皆さんの働き方のチェックですとか、審査のやり方もですね、しっかり見直していくということでしたが、今までと同じやり方でやってきたにもかかわらず、菅内閣になってから急にこのミスが増えたということで、これしかもですね、先ほども政府参考人で来てましたけど、内閣法制局、この法の番人の内閣法制局の審査もスルッと通り抜けてしまっているということです。これ菅内閣はですね、官僚の人事を、特に菅総理は長所でも言われてますけど、官僚の人事をしっかり握って、言うことを聞かない人は左遷も辞さないんだというような、ある意味強権でやってきたわけですけれども、これ菅内閣になってから急にこの官僚機能がしっかり機能しなくなったというのは、政治の側に問題があるんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。梶山経済産業大臣。まず私どもが提出をいたしました産業競争力強化法等の改正につきまして、ミスが多数あったことに関しまして、これよりお詫びを申し上げる次第であります。ご指摘の官僚側の、閣僚側の問題につきましては、政府全体の立場として見解を申し上げることは難しいわけでありますけれども、経済産業大臣としては、これまでも政策の立案調整決定は国民の負託を受けて政権を運営する政が責任を持って行い、官は職務遂行上把握した国民のニーズを踏まえて、政に対し政策の基礎データや情報の提供、複数の選択肢の提示と政策立案の調整、決定を補佐するという、基本的な枠組みを踏まえて業務を行ってきたと考えております。先ほども申しましたけど、今回もさまざまな要因があったと思っておりますけれども、それらの要因をしっかりと克服していく、そしてこの二度とこのようなことがないように最大限の努力をしていくというのが私どもの立場であります。落合孝之君。先ほどもあった省庁横断的なチェックというのもですね、官僚の皆さんの仕事の在り方のチェックなわけですけれども、官僚の皆さんが全部内閣が変わって入れ替わったわけではなくて、同じ人たちがやってるのに内閣の閣僚が入れ替わったら4割もミスが出たという、やはりこれ内閣自体の仕事の仕方、官僚の皆さんとの接し方、これはしっかりと政治側が考えていかなきゃいけない問題だと思います。それからですね、経産省はこの法文のミスだけではなくて、貿易保険の、法案をですね、取り下げたというようなこともありました。これ去年の10月には経産省の、課長は、この問題があると、日本貿易保険ネキシに問題があるということを把握していたのに、大臣に上がってきたのは、2月でしょうか、4ヶ月もですね、タイムラグがあったわけです。でその間に、この国の国会の今までの慣例として、1月にはこの法案を出したいですと政府の方から国会に提示をするわけですが、その手続きも全部終わった後になって、
こういう不祥事があって、この法案を取り下げたいと、これも ありえないようなことが起こったわけです。これ、大臣にですね、もっと早く情報が上がっていたら、こういうやっぱりやめますなんていうことにはならなかったわけですので、これ、大臣も経産大臣としてですね、官との接し方に反省するべきがあるんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。梶山経済産業大臣。この事案につきましてもしっかりと検証してまいりたいと思っております。この事案につきましてはですね、貿易保険法の第29条第4号において、外国運用に関してですね、外国政府および国際機関の発行する有価証券が対象ということであったんですけれども、現実には、ドイツ連邦政府が法律に基づいて元本金利の支払いを保証するドイツ復興金融公庫債というものを購入をしておりまして、これがこれの法律違反に当たるかどうか、法律に抵触するかどうかという議論をしていたということも聞いておりますし、その進捗感で今度はそれがやはり違反だろうということで売却をする進捗管理で時間がかかったということも聞いております。事実は私に上がってきたのが2月18日ということで、これらの経緯も含めてしっかりと検証してまい、りたいと思っております。落合孝之君。これは法律を作ったり改正していくプロセスが、ある意味混乱しているわけです。菅内閣になってから、これ法治国家の基本も揺るがしかねない、国自体を揺るがしかねない大きな問題だと思いますので、警鐘を鳴らさせていただきたいと思います。安倍内閣ではなかったのに菅内閣では急に頻発している大きな問題だと思います。それではですね、コロナ関連の問題に入らせていただきます。年明けから2ヶ月半、首都圏ですとかそれから近畿圏でも緊急事態宣言ということで、政府がですね、ブレーキを強くかけたと。で、全国的にもこれ不要不急な出歩きはしないでくださいと、経済活動に制限を、緊急事態宣言を出したりですとか、あと口でアナウンスをすることで全国的に経済にブレーキをかけたわけです。で、一方でですね、その緊急事態宣言の間に持続化給付金も打ち切りになり、テナント家賃給付金も打ち切りになり、あと納税猶予も1年経ったので打ち切りになりというふうに、大玉がですね、どんどん打ち切りになりました。これ今回も、まん延防止等重点措置を適用ということで、3つの県でしたけれども、府県でしたけれども、これ全国的に引き続き自粛してくださいと政府がアナウンスをしているわけです。政府が民間に対して経済活動をある意味するなと言っているにもかかわらず、じゃあ売り上げが落ちて立ち行かなくなったところはどうするんですかと。それは借金はある程度面倒を見るけれども、それ以外はある意味自己責任ですと。政府が経済活動を止めてるのに、そのとばっちりは全部国民に受け止めさせる。で、耐えられなかったところは残念ながら努力が不足してますねと、もしくは運が悪かったですねと。今政府がやってる政策は大雑把に見るとそういう政策をやってるわけです。これ国の事業者をある程度残していかないと、 V 字回復しようと思ったときに日本の事業者がその需要を受け止められないわけです。日本が V 字回復して経済の好循環を生んでいくためには、今苦しい事業者でもある程度残していかないと V 字回復ができないわけです。そのためにはこれブレーキかけたときにですね、同時に同じぐらいの支援をしていかなければいけない、これは基本だと思うんですが、大臣いかがでしょうか。梶山経済産業大臣。今年の年初に緊急事態宣言が発令されていた地域、それ以外であってもサービス業、飲食店を中心に中小企業、
小規模事業者が大変厳しい経済環境に置かれているものと承知をしております。そういった声は私にも当然入ってまいりますし、またさまざまな議員の仲間からも入ってきているところであります。こうした中小企業、小規模事業者の事業継続を支えることは大変重要でありまして、このためさまざまな支援を措置をしているということであります。具体的にはさまざまな協力金も含めて、あと支援一時金、それにこれまでやってきた事業継続のためのさまざまな措置があるということですが、合わせ技で対応してまいりたいと思っておりまして、さらにまた雇用の維持という点では私どもの省ではありませんけれども、中小企業、特に雇用維持ということでは大変関連のある雇用調整助成金というものも厚生労働省と連携をしながら我々も周知を図っているということであります。それぞれの地域でどういう支援をしたらいいのか、国としては全体一律のものしかできないということでありますから、それを最大限どうしていくかということも常に考えているところでありますけれども、一方でそれぞれの地域の事情もあるわけですね。産業であるとか、また雇用の状況であるとか、そういったものに関しては、都道府県と連携をしながら地方創生臨時交付金、これは協力金はしっかり手当てをした上で地方独自の対策ということで1兆円を計上しておりますけれども、そういったものの類型を好事例を挙げながら地方と連携をしながら対応しているところであります。持続化給付金でもですね、 50% 以上の売上減というのが条件になっておりますけれども、ある地域においてはそれより少ない売上減がそれに達しない場合でも 10% 刻みでこの地方創生臨時交付金を使って給付をしているところもいくつかあるということでありまして、そういった事例を挙げながらさまざまな対策しっかりとやってまいりたいと思っております。落合孝之君。地方独自に1兆円を自由に使えるようにすると、しかしそれ国全体の GDP は500兆以上あるわけですから、500分の1しかないと。しかしこれ経済のブレーキのかけ方は500分の1どころではないわけです。ですから実態より政府がお金を供給している量は断然少ない。しかも GoTo 事業にそれなりに第3波の中で入れたわけですけれども、実質的に停止しているので、予算に対して実際に執行している額は結構少ないわけです。これ先ほどの持続化給付金にしても、テナント家賃給付金にしても、春とか夏に給付の中心が来ているわけですので、第3波で大きな波が来たときはもうお金の供給は終わっていたわけです。でこれから第4波の方がもしかしたらもっと大きな波かもしれないというふうに言われている中で、どんどん手仕舞いをしつつあると。これはですね、政策を変えていかなければならないと思います。でこれ我々はですね、先週持続化給付金をその仕組みをまた利用してですね、再給付をするべきだと。あと給付対象ですとか、金額ですとか、それから要件ももう少し実態を合わせてですね、変えるべきだと。もう少し間口を広げていくべきだという我々の野党案を提出をさせていただきました。これ持続化給付金自体はいろいろと問題もあった面もあるわけですけれども、大臣のところにもですね、持続化給付金やってくれてよかったという声はたくさん来ていると思います。これもうこういう仕組みを一回やったわけですから、もう一回ですね、この第3波そして第4波に合わせてしっかり事業者にお金を供給していくという必要があると思うんですが、これ持続化給付金の再支給、大臣やるべきじゃないでしょうか。梶山経済産業大臣。持続化給付金、昨年4月の緊急事態宣言を受けて措置をした支援策であります。当時の状況は、緊急事態宣言が再発令された本年1月の状況とは事業者を取り巻く状況は異なるわけであります。昨年4月は本年よりもより広範な業態の事業者が全国にわたって幅広く
経済活動を自粛しており、まあ、事業の種類、形態によって感染拡大のリスクが大きく異なるという知見も全くないという状況でありました。あの時も議論をずっと3月末から4月にして、そして補正予算を組んで、補正予算が成立した翌日から、まあ、申請を開始してということでやらせていただいて、またさまざまなご意見も野党の皆さんからもいただきましたし、お叱りも受けた、またそういった中である程度一定の役割は果たしたものだと思っております。今回、今年になってからの緊急事態宣言、11都府県の指定、そして徐々に解除をしていったということ、それで今回のまん延防止措置というものも、まあ、地域を限定してやっていくということで、さらにまた1月の緊急事態宣言の時の皆様のご意見もと参考にさせていただいた上で、まん延防止の対策というものも昨日発表されたところでありまして、私どもの担当になる、まあ、一時支援金のようなその対応ということになりますが、別物だと思っておりますけれども、まん延防止措置の市町村単位でのお話、県単位でのお話があったときに、取引業者への支援というものもこちらにコロナ本部から来ておりますので、しっかりと詳細の設計をしてまいりたいと思っております。落合隆之君。これはいいところと、経済が回復してきているところと回復してきてないところがあるというようなお話でしたけれども、持続化給付金はいいところには給付されないんです。悪いところには給付されるんです。だから他の策よりか持続化給付金みたいな策を取った方が、大臣がおっしゃるようなことは実現できるわけです。これは大臣のおっしゃっているような観点から施策を打っていくだったら、今までやってきたメニューだったら、持続化給付金が一番業種も関係なく、本当に困っている人に行くということで、いい策なわけです。これは大臣、本当はやりたいけれども、財務省が止めてるんでしょうか。梶山経済産業大臣。常に対応、対策というものは、内閣全体で、まあ、考えております、まあ、そういった中で、まあ、判断の時期ということになるのかなと思いますけれども、なかなかやっぱり全国一律というのは本当に、全国一律に効果が出るのかどうなのか、助かっているのも事実だと思うんですよ皆さん。でもそれぞれの地域ごとの事情とか、また細かい分野にこう分分に目が行き届くという点を考えると、やはり地方創生、臨時交付金、これ1兆円限りじゃないかというと、その前にも出してますし、またこういうものが必要であれば考える必要は私はあると思っております。落合隆之君。ぜひこの持続化給付金再支給はかなり有効な手段であると思いますので、まあ、これからも取り上げさせていただければと思います。あとこれ政府がやりたいということであれば、まあ、野党は賛成するはずですので、ぜひやるべきだということをお訴えをさせていただきます。それではですね、1月に起こりました電力卸売市場の問題について、大臣にぜひ決断をしていただきたいことがありますので取り上げさせていただきます。これ先ほど美濃部委員も取り上げていましたし、おとといは菅元総理も取り上げてました。でこれ、海外でも、まあ、電力を自由に取引をするという仕組みは、まあ、電力自由化をしている国はみんな持っているわけです。で日本もですね、安倍内閣のアベノミクスの3本の矢の柱の一つが電力自由化ですというふうに安倍総理もしきりに言っていました。でこれ電力を自由化したことで、今までは発電部門と小売部門が同じ会社がやっていたわけですけれども、小売部門も新しい事業者が入ってこれるようになって、でも発電機能は持っていないので市場から買ったりするというようなことで、卸売市場というのは電力自由化を進めるのであれば絶対に重要な要素なわけです。でこれ法案の審議も前から行われてきましたが、まあ、中途半端だと、これだと旧電力会社が新しい電力会社を締め出すこともやろうと思えばできてしまうと。だから公平公正な電力自由化をするんであれば、
公平公正なルールを整備しなければうまく機能しませんということを私も何回も国会で取り上げてきました。で、今の仕組みだと、取引に必要な情報が必ずしも市場参加者に公平に伝えられていないと思います。先ほどから政府参考人の答弁等でも今のルールはそんなに間違いじゃないけれどももうちょっと良くしていくんだというような答弁の仕方なんですが、私は今のルールもかなり不十分で、そしてそのルールの不備は NHO の担当者であれば絶対に認識していたと思います。それはなぜなら基本的なこともまだルールとして整備されていないからです。今回価格が上がってしまったのは LNG の天然ガスの在庫がですね逼迫したということも原因の一つであるというふうに言われてます。じゃあそれは LNG は発電の中で比率が多いわけなので常に市場参加者は見ていかなきゃいけないわけですけれども、日本は LNG の在庫は企業の機密情報の一つだということで公開を義務付けていません。しかしこれは調べてみていただければすぐ分かりますけれども、他の国で電力自由化をやっている国は情報そういう情報はですね絶対に公開しなきゃいけないという仕組みを作っています。これどうなるか需給が将来どうなるか分かんないのに取引しろと、しかも電力の場合は取引しないという選択肢はありませんので絶対に仕入れないと電力が不足をしてしまうということなので、金融の株とかとは違うわけです。そういった形で情報が公平に入手できないのにもう市場には問題がないと言っていること自体が私はおかしいと思います。これ最低限のルールができていなかったと。それから取引価格がですね要は電力の場合急騰しやすいのでキャップをはめとかなきゃいけなかったと。でこれもですね NHO も分かっていたわけです。だからいずれは導入しましょうと2023年ぐらいにやりましょうかねと言っていたら今回のようなことが起こったわけです。これは早くやっとくべきだったのにやっていなかった。それなのに今回もう起こるいつかは起こると言われてたことが起こったのに、民間の取引ですから、民間にお任せをしますと。で我々は改善はしていますけれども今までは間違えていませんでしたというような答弁の仕方を経産省はしているわけです。これ市場のですね情報公開も不十分でやんなきゃいけなかった価格のキャップも決めていなくて、でその中で急騰してしまって、で7円で取引してた7円とか10円で取引してたのが200円とかそれ以上になってしまったと。で他の国のこの急騰問題を見てもですね数日間急騰するっていうのはありますけど1ヶ月近くも急騰したなんていうのはないわけで、これ本当になるべくしてなった市場のルールに欠陥があったと言わざるを得ないと思います。ですからこれ民間の小売事業者に責任を押し付けるだけでいいのかなと。これ原発事故の時もそうでしたけど予想できるリスクに対してルールを作っていなかったのに全部電力会社の責任で、NHO は責任ありませんという態度で来たわけですけれども、この電力市場も同じ態度で、仕事をしているわけです。これ今までルールを作る側にも欠陥があったんだから少しはですね小売事業者に何らかの優遇措置を取ってあげると、補償を何らかの形でするか、あと分割もですね9回って言ってもこのコストが20倍ぐらい上がっているものを9回の分割するだけじゃ普通の事業者はそれでも支払いできませんので、もうちょっと先に繰り延べするですとか、その急騰したある一定額以上の分は、今回はルールができてなかったんで国が面倒見ますですとか、そういった
特別な決断を、まあ、大臣の下で行うべきだと思いますが、いかがでしょうか。梶山経済産業大臣。まだ未成熟の市場だと私自身も思っております。2016年に自由化になりました。まあ、そういった中で予見できるものはいつから直すかということで、激変という形ではなくて、予定をした上で、例えば上限価格は来年の4月からというものをこれ前倒しにするということですが、まあ、それも予見できたんじゃないかということなんですが、複合的な要因が重なったものだと思っております。予見できてればちゃんとやってるわけでありまして、予見できてるということでは、予見できた上で何もしなかったと、不作為があったということではないと私自身は思っております。まあ、そういった中で一番最初に気になったのは、需要家に対して高額の請求がいくことということでありますし、まあ、そういったことのないように分割であるとか鳴らして支払いをお願いをするとかということで対策をしていただいている事業者に対して、しっかりと対応してまいりたいと思っておりますし、でただ700社からその新電力あるわけでありますけれども、実際に取引しているのは510社なんですね。510社全社に、声をかけております。まあ、そういった中で154社から、その分割の申請をします。356社から申請の予定なしということでの回答がありました。そして一方ではリスクヘッジをしている会社もあるんですね。まあ、市場というもののリスクというものを考えた上でやっていく、安値だけでやって、安値で安い電力料金で、まあ利用者の理解を得るというものもありますけれども、やはり市場の仕組みというものを理解した上でリスクヘッジをしている会社もあるという中で、これがなかったことに、訴求してなかったことにということには私はできないと思っております。まあ、そういった中で分割であるとか、またコロナ禍での金融機関へのお願いしておりますが、さらにまた新電力対応ということで金融機関へのお願いというものも文書も発出をさせていただいております。ただ今回の事案が発生しましたということですから、しっかりと検討させていきたいと思いますし、これは私どもも責任を持って市場との整備というものをしていかなければならないと考えております。落合隆之君。まあ、大臣の答弁書にも市場のルールには問題がなかったというようなことが書いてなくはないですか。マーケットで情報が正しく入手ができなくて、なのに絶対に買わなきゃいけないと、で価格上限のキャップもないと、そういう状況だったら何かの事態がちょっとでも起これば急騰してしまうということを予見できないってことはないわけです。だからその予見ができなかったということはおかしいと思います。誰だって予見ができるんです。せめてキャップだけでもはめとく必要はありました。なので経済産業省の、まあ、N 庁のその担当の、まあ、仕事をしてなかったことが今回の結果につながっているということはしっかりと認識をするべきだと思います。残りちょっとしか時間がないですけれども、産業政策について、取り上げさせていただきます。日本のですね、産業競争力がどん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 下がってきてしまってます。これデジタルの分野も30年前は半導体の半分を日本の企業が生産してたんです。それがもう今 10% ぐらいになりました。太陽光パネルも10年ちょっと前までは半分、世界の半分を日本が生産してました。今 1% 以下になりました。これなんでこんなに急速に産業が衰退してるんですかと、これ一つの数字なんですが、配布資料を配らせていただきました。これ金融ビッグバン以降の企業のお金の使い方をグラフにしてます。これ売上高がですね、日本の企業はほとんど変わってないのに経常利益が3倍になってるんです。なぜかというと、利益を出すために従業員の給料を減らして設備投資も減らしていると。で、何のためにやってるんですかというと、配当金を6倍にするためにそれをやっているわけです。これ金融ビッグバンで株主を優遇するために人件費を削らせて、会社の将来への投資も削らせて、それだったら人材も日本からいなくなりますし、設備もなくなって競争力が低下をすると、これ見るからに明らかなわけです。これもで、これは
コーポレートガバナンス改革の結果こうなりました。それなのに菅政権はまだこの路線でコーポレートガバナンス改革をやると言ってるわけです。これ私はさらに日本が貧乏になってしまうと思います。これ社外取締役の義務化と言ってもですね、それがグローバルスタンダードだと経産省は言ってるんですけど、ヨーロッパは義務化してません。義務化しているのはアメリカだけです。で、社外取締役はファンドから送られてきます。会社の経営にファンドに配当しろというわけです。これ社外取締役の義務化をしたことで、これ多分配当の額はもっと増えます。それから M&A を現金を使わなくても株式の交換でできるようになると、そうなると株もいっぱい持ってるところが M&A をしやすくなるんです。これさらに株配当が増えるような施策を経産省が旗を振って25年間やってきて、さらにやろうとしていると。これ他の政策をいくら打ってもですね、ここを変えないとこの国の経済は良くなりません。これもですね、官僚だけでは方向転換ほぼ180度するのは無理なので政治決断が必要です。大臣、最後にこの点についてお願いします。梶山経済産業大臣。株主の要求のみを重視するということではなくてですね、すべてのステークホルダーにしっかり対応していくということ、そして、今、低迷しているのは先ほどありましたように、設備投資の資金、あと研究開発、さらに人材育成、こういったところで資金をかけなさすぎたということ、遅きにしたという声もありますけれども、しっかりとこのあたりをやっていくということ、そして、コーポレートガバナンスは旧型の日本の経営やめようじゃないかと。もう少ししっかりとしたその経営軸を考えようじゃないかという中で、コーポレートガバナンスというものを考えておりますので、何も株主重視、株式配当重視ということだけではないということをご理解をいただきたいと思います。落合孝之君。この決断は政治にしかできないと思いますので、これからも詳しく取り上げさせていただきます。ありがとうございました。次に笠井明君。